誰も俺の位置を捉えることはできない。なんだおめえら。なあ、孫悟空とかいうおっさん、あんたさっき見たことねえ色のスーパーサイヤ人に変身していたな。ブルーのことか。名前はどうでもいい、あれのなり方教えろ。ん？教えてくれたらお礼として、そのブルーとかいうのになってあんたをぶっ倒してやるよ。お姉さん、それお礼になってません。どうすっかな。なんだお前、ビビってんのか。いや、おめえにはまだブルーは無理じゃねえかなって。はあ？チッ、あたしらのこと舐めてやがるなてめえ。おい、ケール。え？変身だよ変身。舐めたあいつをぶちのめすぞ。はい。背中ゾワゾワ。ダメだこりゃ。ほら、他んとこ行っていいかな。ちょ待って、すげえ変身を見せてやる。驚くなよ。どうだ、ビビったか。面白いやつだなおめえ。ゲール、はい、信じているぞ。おっさん、タイマー張らせてもらうぜ。おう、かかってこい。なんで当たらねえ。パワーと危険にスピードが死んじまっているのさ。くそ、まだだ。もう一つ、その変身は長く戦うには向いてねえんだ。というわけで、その変身はおすすめしねえ。とりあえずおめえが目指さなきゃなんねんわ。これだー、その変身はスーパーサイヤ人ズーだ。それだよそれ。前に一回なったきりうまくできなくて困ってたんだよ。そうなんか。ポイントはやっぱ背中か、ゾワゾワか。まあそんな感じだな。おい悟空、何をもたもたしてる。さっさとぶちのめせ。そう言うなってビルス様、今面白いとこなんだからさ。今のを再現すると、大したもんだ。